しのいでしっかり盛り返せるだけの力をつけないとダメだなって、まあ、今シーズン全体的にそういうところがチャンスあって決めれずにこうそこからまたディフェンスが踏ん張って盛り返すっていうところはできなかったかなと思います。今日のような、ね、試合をこういかにものにするかで全然順位は変わってくると思いますし、勝ち点0なのか勝ち点1なのかもしくは3を5秒ひっくり返し持っていかれるのかっていうのは全然違うと思うので、そこが課題ですかね、はい、すごい全体的にはちょっと、まあ、1点ビハインドっていうこともありましたけど、ちょっと安定感のない戦い方になっちゃったと思うんで、まあ、そこは良くなかったと思いますけど、まあ、でも自分自身そういう中でもチャンスがあったんで、はい、決めたかったです、はい、決めたかったっていうか、はい、入ってました俺は。前だけキーパー、そうですね、ちょっとすごいっす、すごかったですまあ先発で出た選手がやっぱり最後の方はしっかりゲームを作ってくれてた分が大きいので、やっぱ自分としてはもっとそこに絡んで最初から出てチームに貢献したいという気持ちがあるので、そうですね、あんまり満足はできないですね。まあ、初めてリーグ戦でスタメンで出れたのが柏戦で、まあ、やっぱあの時にこう、まあ、自分はまあ何もできなかったっていう、まあ、悔しい思いをして、まあ、そこからまあこの最終戦が柏っていうので、やっぱこう何ですかね、何か縁のようなものがあるんじゃないかって思ってて、まあ、今の自分がどれだけ成長できたのか、今の自分がどれだけできるのかっていう、まあ、残留決まりましたけど、自分に対してのまあ試験じゃないですけどね、そういう今年の自分はどうだったのかっていう、試合だったと思うんですよねで、まあまあ、クロスで前半も、まあ、特に後半、チャンスを作れた部分もありましたし、まあ、もちろん自分の良さを出せた部分もまあ、ありましたけど、まあ、試合が終わってやっぱこう、まあ、まだまだ足りないなと思ってますし、もっともっと良くなると思ってますし、これでシーズン終わりますけど、本当にまだまだ、ね、全然足りないと思ってますし、そこを補えればさらに上のステージに行けると思うんで、まあ、ここからの自分も楽しみですね。まあ、その収穫やら反省やらを来シーズンに生かさないといけないかなと思いますけどね。まあ、もう今日は本当あの1点だけ、あとは本当守れてた。いや、すごいいいサッカーしてたと思いますよ。もちろん押し込まれた時間もあったし、まあ、いくつか隙も見せちゃったところはあるけど、まあ、全体的には、まあ、自分たち的にもハーフタイムとかも手応えを感じたし、まあ、これを、ね、結果につなげないといけないなとは思いますけどね。まあ、いいサッカーでしたし、まあ、コゼさんがねちょっとアクシデントで、モルシー入ってきた中でもね、モルシーもいいテンポでいい攻撃できたことはね、自信になると思うし、ただやっぱり勝たないといけない試合だと思ってるんで、これは、まあ、残留しようがしまいはね、一緒だと思うし、まあ、強くなるためにはね、まあ、今日みたいな試合を勝ち切らないといけない、やっぱまだまだだなっていうのは、ね、感じました。やっぱ自信になっていると思いますね、あのプレッシャーの中で、まあ、いい内容といい結果をね、出したあと、まあ、それを最後のねこの試合にぶつけられたと思いますし、やっぱりその中でもね、まあ、柏は良いんですけど、勝たないといけない、余計悔しいなと思うんですけど、まあ、僕ら変わったんで、その変わったもので勝負したいと思いますし、まあ、そのためには、ね、継続した強化っていうのが必要だと思うし、まあ、全てはね、やっぱ結果が大事な全ての世界ですけど、やっぱ過程っていうのはね、もっと大事だと思ってるんで、その過程っていうのを、まあ、今まで作ってきたチームが変わった中で、その作ったもので来年も勝負したいと思うし、まあ、その中でもう一回自分で戦いたいと思う。そうですね、まあ、コスさんが早めにちょっと怪我っぽくなったんで、まあ、準備してたんで、
まあ、前半はとりあえず結構守備ばっかしててないけど悪くない入りだったんで、まあ、相手に持たれる時間多かったんで、まあ、僕に入ったらしっかりボール失わずに前に進めようと思ってたんで、まあ、そこのところはできたかなと思います。チームとしても個人としても、まあ、いい結果残したいなと思ってたんで、まあ、結果的に残留争いになって、まあ、残留できたのは良かったですけど、まあ、来年はもっと優勝争いできるようにやっていきたいなと思います。